はい、黄金世代の鼓動でございます。なんか久しぶりな感じがしますね。はい、すごい久しぶりな感じがします。久しぶりになんかちゃんと収録してます。今日なんですけども、なんですかね、こうお盆休みと言われるものが明けてから比較的移動のものが結構空いてるような、朝夜空いてるような気がしますね。はい、皆さんいかがでしょうか。あとゲリラ豪雨、今日すごいゲリラ豪雨降ってましたね。ちょっと外出なきゃいけない時があったんですけど、30メーターくらい歩いただけでちょっと濡れちゃう、すごい濡れたような感じでしたね。皆さんゲリラ大丈夫でしたかね、外歩いてた方。というわけで今日なんですけども、意外とイベントたけしが、この間ちょっと前ですね、上げさせていただいた、タイムアタック、まあイベントキャラ、タイムアタックって基本キャラ持ってないと辛い部分があるんですけど、このたけしが結構いろいろなところで活躍できるんじゃないか説っていうので、まあフォワード以外で2点の時にやって使ってみたんですが、まああのあとですね、まあいろいろまあレメンのメンバーとかとも話してたんですけど、いろいろキャラクターがいない時にどういう場面で今回このキャラが使えるのかというところで、一つちょっとご紹介していくもの。ですね、タイムアタック自体は多分自分そんなに早いわけじゃないので、あんまりやりたくないんですけど、まず浮き玉シュートで3点決めろの1点目ですかね。多分3トップにしてトップ下逃げるといいみたいです。なんか自分はね、相性悪いんでキャプテンシーにしちゃうんですけど、トップ下に出るといいみたいな感じで言いますね。あとは、ディフェンダー選手で2点決めろでホワイラン持ってない人や、フォワードで強引にキーパーを抜くっていうのは多分最速だと思うんですよね。これね、絶対フォワードでキーパー抜くっていうのが最速だと思うんですけども、実際、フォワードで今回も抜けます。ただ数やんなきゃいけないんで、自分はちょっとめんどくさいんでやってないような状況なんですけど、数やればフォワードで抜けるキャラクターいるので、まあそれで数やれる人やった方がいいかなと思うんですけど、まあディフェンダー選手で2点を決めろのディフェンダーで使っても抜けてると。なんかね、この間出たエッフェル攻撃のナポでも抜けるんじゃないかっていう、抜けるっていうのは聞きましたね。はい、であとこの間ご紹介したフォワード以外の選手で2点決めろですね。はい、ここの3ステージでうまく使えるんじゃないかなと、キャラクターいない方はですね。はい、で今日なんですけど、こちらですね、自分一番苦手な3点系なんですけど、日本選手のフィジカル 200% というところで、結構ここは連盟内でも苦戦されてる方多いんですよね。で、要は早いタイムを出していこうとすると、多分これ早い人で18秒とか17秒だと思うんですけど、1人のキャラクターの中に3つの、通常シュート、低浮き、高浮きを入れれるっていうのがまあ前提になってくると思うんですが、今回結構また今日これを取り上げようかなと思ったのは、ヒューガ君が技入るんですよね。この間のイベントのオーバーヘッドとかが出たので、自分はですね、これどのヒューガに積むかは多分人それぞれだと思うんですけど、実際自分がやってるやつよりももっと下げれると思うので、立ち花、まあ技剥がしを使わなきゃ、どのヒューガでもいいんですが、自分はスタミナがいけるヒューガ君、これ高校のヒューガ君に、まあ、ジャンピングボレーそのまま積んじゃってるんですけど、ジャンピングボレー B を積んで、まあ弾丸シュート積んでるんですが、弾丸シュート、ここは B シュート結構あると思いますので、あと C シュートの雷獣もあると思います。あとオーバーヘッドタイガー、シード2で全然抜けますので、この3つでスタミナが足りてるというような状況かなと思います。はい、で、ジャンピングボレー B とかなんか積んでるのかな、どっかのキャラクターに、見ないとわからない。あとはまあ技剥がし来てるんで、どうしてもオーバーヘッドタイガーがない人はこの堅実なポストプレーを積むというのもいいんじゃないかなと。
ギリギリこれも足りるんじゃないかな、1006、505、250、275、あ、微妙に足りない。そう、ジャンピングボレーのもうちょっとスタミナが高いやつですね、入れていけば。なんでもフェスでも入るんじゃないですかね、さっきのやつ入れていけば。シュートを入れて、シュートのスタミナは1051あるので、まあ、スタミナフォメを持ってない方はちょっと厳しいんですが、比較的イベントのこっちの、ナンバーワンストライカーを目指すものであれば1146なので、結構技入っていくんじゃないかなと思います。はい、タイガーショットの C とかジャンピングボレーとさっきのオーバーヘッドですね。こちらですね、オーバーヘッドタイガーを足せば全然スタミナ足りていくと思いますので、まあ、ヒューガ君、まあ、1050以上あれば多分入ると思いますので、ここでのキャラ入れていくとタイム速くなりやすいんじゃないかなと思います。まあ気質の情報なので、まあ、おさらいというかですね。あと普段自分日本でやってない気がしますね。普段は結構このステージ苦手で、いろんなキャラクターで今まで試してるんですけど、普段一時期ちょっと頑張ってやってたのが、多分誰もやってないと思うんですけど、これ、オーバーヘッド、ダイレクトショット、スパイラルシュートこれでね、なんかこれであれか、1回は通常シュートでやってた時期あります。はい、全部打ちで、なぜかゴールキーパーキラーだから入んじゃないかみたいなのでやってた時期がありましたね。はい、でもう一個、普通だったら結構多いパターンっていうのが、多分サンターナーが一番皆さん多いのかな。サンターナーのこれかな、こっちじゃない、こっちじゃない、こっち、これか、はい、これが入るパターンですよね。低空のイーグルショットに連続2段シュートと、ローリングオーバーヘッドを積むと。まあ、C の低空ゴールデンイーグル持ってる人とかだったら、そっちを積んだ方がなおかつよりいいんじゃないかなと思います。はい、これだっけ、これだよね。はい、この230で打てますので、これを積むっていう方が多分燃費はいいのかなと思いますね。これで普段、まあ、今回も、スピードどうしても落ちちゃうんですけど、ない人は多分これの方がいいかなと思います。で、ただ結構今回も今日ちょっと嫌なことがいっぱいあって、まあ、オンラインでもちょっとすごい嫌なことがあったんですけど、まあ、これはちょっとまあいいやと思っていいなといいやと思ったんですけど、何が嫌かって、タイムアタックなんですが、すーげーポスト当たるんですよヒューガ君、そんな当たんないだろみたいな。もう5試合連続ポスト当たった時にすごいイラッとしちゃっていや、イラッとしますよね。だって 5試合連続ポストとか、そうそう言っても当たんないじゃないですか。で、頭きすぎて、結局何にしたのかっていうと、これあれだね、力属性カップ。何にしたかっていうと、もう頭きすぎて葵くんにしましたこれはでもあんま参考にならないですね。葵くんまず2体持ってなきゃいけないっていう前提で、潜在覚醒を低空機やつ埋めないでやったっていうだけなんですけど、これだとスタミナ足りるのと、まあ、自動パスカット発動するっていうので、ただどこまで行っても今回のやつプレスかけるとフィールドパスしやすい傾向にあるので、手前は自動パス化のキャラいると楽ですね。はい、自分はね、バフデバフがそんなにかけれないんで、あんまりキャラ持ってないんですよね。その辺がデバフキャラ、オアイランとかね持ってないんで、その辺がちょっと残念ですね。あとコレダンディとか、あと今回だとコレカルツとかが多分日本人のデバフ持ってるんじゃないかな。はい、その辺がいればね、もうちょっとやりやすいのかなと。いやー、それにしても本当に謎判定がオンライン以上に
あのタイムアタック多くて、もうどんだけポストだっていうのと、あとステサがもう5000と2万とかになってるのにパス取れないとかよく分かんないなと思ってイラッとしたっていう話です。で、じゃあ実際に、タイムアタックどうなんだろうな、イベントキャラでやりたいんだけど、こっちはイベントキャラではできないけど、まあイベントキャラを紹介したという形ですね、今日は。はい。あと皆さんどうですかね、どっか、そんな、こう、まあヒューガくんなら結構持ってる人多いんじゃないかなと思うので、まあ、これで、やっていきたいかなと思います。はい、というわけで、こっちはもうこの後は、ちょっとダラダラっと、あとトーマさんで編集をうまくやってもらっていければと思うんですけども、まあ、力属性カップに関してはもうダメダメでしたね。もうほんとダメダメ、難しかった。もういろんなデッキと、逆に面白かったですけどね、面白かったですけど全然ダメダメダメでしたね。ダメ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 でしたね。はい。で、まだ終わってないんで、あれなんですけど、まあ、技牌のテーマは多分、あれですよね。多分、ヘルナンデスとコレナポ持たれた時に、これに対応するキーパーとフォワードというか、点を決める人がいるかっていうところなので、技牌の、技属性牌の話は今週中どっかでやってみたいな、デッキ作ってみたいなと思うんですけども、自分は車をスタメンにしたいなと、これですね。これスタメンにしたいな、どうしようかなって今悩んでるところですね。はい。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。はい。そしたらここからはですね、どうなるかわからないプレイ動画という形なので、ここで挨拶とさせていただきます。はい。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。止めてみせる。